ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りします。ガチャ動画、毎週土曜日は最新ガチャガチャ1週間、毎日やってみた。7アイテム、入ってますよ。それではここからは早送りで回していきましょう。ラスト7日目です。それでは一つ一つ見ていきましょう。どうぞ。1日目です。真っ赤なカプセル。ぜひね、横から見た時にね、これが欲しい場合、あの真っ赤なこの小さいカプセルに入っているのがわかりますからね。はい、これも一応チェックしてみてください。何でしょう。よいしょ。よいしょ。来た。なんだ。エポックチキンダービー。ひよこと鶏のダービーなのね。ああ、そうですか。面白いラインナップですね。当たったのが、お、優勝カップとひよこだ。そうか。いやー、ひよこのジョッキーと優勝カップ。なんか優勝カップはね、ちょっとこう、カレーのルーが入ってるのされですけど、入れんじゃないの。調合の入りますね。ああ、もうなんかコラボレーションしてる感じしますけども。いや、でもこれ、ゲットしたらやはりね、鶏も行きたいっすね。はい。優勝カップと、ひよこジョッキーです。二日目。いろんなもの作るんですよね。キーキャップに、擬態するケーキ。これケーキなんですけど、このね、チェリー DX っていうね、パソコンのキーボードにはめ込むことができる、パソコンのね、キーボードですか。わ、いやいや。あ、出来はいいですよ。すごいケーキ。あらら、なんかイチゴに粉が振りかかってるじゃないですか。美味しそう。美味しそうですけども、ちゃんとキーボードの基板にはめ込むことができるという。あいにくあの、私あの、これ、対応のキーボードじゃないんでね。これのみなんですけど。まああの、別にはめ込まなくてもいい作りですよね。うん。なかなかいい感じです。3日目はね、10キャラット。なんか最近指輪が多いんですよね。10キャラット。あ、10カラットですね。10カラット。はい。パカ。あ、これね、かき揚げのリング。かき揚げリングですよ。はい。はい。こちらはね、バンダイのリンコレっていうシリーズですが、10カラットリング。ね。で、こちらがラインナップ。最後のかき揚げでございましたね。エビカボチャ、キス、卵。キスの天ぷらっぽいですね。はい。で、このカプセルが、指輪のケースになってる。ね、これが、ここにね、これがあるんですね。これをこう、入れることによって、自立すると。ね。ここに、かき揚げの指輪が入って、はい。10カラット、どうぞ、という感じで。はい。素晴らしいです。4日目。4日目はこのオレンジのカプセルです。はい。お、なりきり牛ピアス。いろんなことを考えますね。肉牛を出荷するときに、牛の耳についているプレート。これはね、0415、良い子だそうでございますね。バーコードもついてますし。これもちゃんとしたピアス。これ。ほら、もうピアス穴開けてないんでね、まあ、これはこれで衣で見るしかないですかね。ちゃんとしたピアス、はあ、ぜひあのピアスの穴を開けてる方はチャレンジしてほしいですね。はい。5日目です。5日目はね、これですね。じゃん、お、タイガー魔法瓶。これ、ケンエレファントですよ。今開けますよ。では、いきます。3、2、1。あ！うわー！タイガーの電子ジャーですね。いや、相変わらず、あ、お米とお茶碗と、あらららら、芸が細かい。その前に。あ、これね、タイガーのね、魔法瓶のレトロ看板欲しかったんだよね。あとは、タイガー炊飯電子ジャー炊きたて。ね。
そしてエアーオスポットタイガー。あー、これもあったな。タイガーのカセットコメスター、レトロだ。1970年と80年代タイガーで発売されていたものという、それミニチュア。はい、まずはこのタイガーの電子ジャー、すごいね、再現率が。いや、やっぱケンエレファントすごいわ。パカッと開けます。はい、中もすごいね。はい、そしてお米でございますが、よしと。なぜかここにボコッとしてるんです。これなんだかわかります？はい、すごいね。ここにね、お米入れんですよ。このバカッと抜けてるね。どうするかわかります？ね、この部分でしゃもじでご飯いっぱいすくうわけですよ。こうね。すくいました。これをですね、この茶碗に盛るんですね。これね。こうやって遊ぶ。いやー、ケンエレファントさん、すごいな。すごいっすよ、これ。かー。いや、この炊きたてのお米も美味しそうでしょ？これ、お米が立ってて。はぁ、最高っす。6日目。6日目はこちら。焼き鳥のちょうちん。でかいんだよ。バカッ！あ、こちら。焼き鳥リングでございますね。ネギマ。そして、皮、つくね。ベーコントマト。いいね。ちょっと地味？皮。皮のリングですよ。まあ、この部分がね、こう、スライドできるんでね。指のサイズは自由自在なんですけど。どうですか？ね。やっぱリングはね。で、こちらなんですが、提灯。このキットがありましたね。優れもんでございます。で、しかもほら、ここ、ね、こう下げられるというね。おー、すごいね。はい、こちらもカプセルレス商品になっていますが、焼き鳥リング。ね、なんか最後にリがつけばリングって繋がるんじゃないかなと思って期待していますけど、各メーカーさん考えてるんでしょうかね。これからも出てきそうです。焼き鳥リングの皮当たりました。皮。焦げ目がいいね。ラスト、7日目です。7日目はですね、このブルーのカプセル。おやおやおや。初日にゲットしたチキンダービー。200円なんでもう一個やってみました。やっぱこの下の鶏が欲しいですよね。はい。ちゃんと当たりました、鶏が。ほら、200円のクオリティじゃないんですよね。ちゃんと G2 台がありまして、こう後ろにつけるね。ね、ほい、タツノコに。しかもさ、これ、セットじゃない？素晴らしいね。ほら、いや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 。かっこいいっすね。いやー、よかった。回してよかった。はい、7日目にゲットしました、鶏。はい、できたわよ、ケーキ。何でもできるんで、これ、タイガーさん。かき揚げは強引だったかな。皮はこうすると入るね、これね。なんか鉄板焼き始めた感じしますね、これ。はい。よいしょと。はい。はい。いやー、ブラックだわー。ブラック。もういいかい。もういいよ。プロポーズ。お、なんかうまくいきそう。プロポーズ。うん、これはこれでいい感じだね。1枠4番、米。鶏ジョッキーの行水。あら。はい、鳥皮持って、シュールー、シュールー。すいません、これにカレーのルーを入れてください。いやー、コラボレーションもご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか？はい、いつも、考えてます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらにはガチャガチャコレクションからリクエストも待ってますよ。そして、エモーイレトロガチャガチャ設置情報も皆さんからお待ちしています。ぜひコメント欄の方にお願いしますね。それではまた次回。はい、ジョッキー落とさないように。はい、落とさないように。ツン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 。随分食べたね。